お願いします。なんか来た、来ましたね。あ、うまい。あ、うん、分かった分かった。うん、せーの、チョコレート。コーヒー。あ、辻屋さんチョコレート、片谷さんコーヒー。片谷さん正解です。恥ずかしいね。チョコレート言っちゃったね。コーヒーの香りですね。コーヒーだろこれは。でもチョコって言われて俺めっちゃ自信なかった。いや正直。そして香りにちなんでこんな質問。まあ、香りいろいろ体験していただきましたけど、このボディーグラ、この、まあ、映画のシーンでそれこそこう、まあね、応用するシーンがあったとしたらどんな香りが来るのかなとか。香り、お互いの香り、お互いの香りですね、これ。いや、タオちゃんの香りってあるんですよね。あ、あるはあるんですか。あります、あります。表現するのが難しい。難しい。何の香りなんだろうな。なんかセサミみたいな香りなんですよ。ゴマですか。なんかセサミってゴマですよね。いい、いや、いいっす。いい方の、はい。ゴマの香りって分かります。いや、ゴマの香り分かります、分かります。いい香りですよね。俺、香りするか。鬼香り、鬼こんな唐揚げ、唐揚げの唐揚げ。だって鬼唐揚げ作ってるじゃん、よく。唐揚げの香りやばい。唐揚げの香り、まあまあ、まあ、映画とかでこう片谷さんにこうグッと抱きしめられるシーンで 4DX やった。やだよ、唐揚げの香りが。そう、兄ちゃん、美味しい。美味しい、美味しい、美味しい男。美味しい。で、唐揚げってすごい健康にもいい。ちょっとあの論点ずれてましたね。